今回のですね、クリート交流会の意義は、一言で言うならば、空手武道の原点に回帰した修練方法を今後、増田道場では実施していきたい。でそれを、道場生のみならず、外部の人たちに伝えていきたいということがあります。でその空手本来、空手の原来、原点回帰というのはどういうことかというと、やはり空手は、そもそも武術でして、その相手 その暴力、まあ、実力行使に対して自分の身を守るという、あるいは仲間を守るという術なわけですね。でそうすると、やはり相手が急所攻撃してきたり、あるいは顔面、ね、弱いところを攻撃してきたり、あるいは武器を持って攻撃したりします。でそういったものに 対処する技と術を体得するというのが、やはり体本来の姿なんですね。でかといって、そういうことばっかりやってるわけにもいかなくてですね、皆さんの心身鍛錬のためにあるいは趣味として、またスポーツ的に空手というものは、まあ、時代とともに変化をして、修練をしてきたわけですけれども、やはりここで私が考えたのは空手の修練を通して私が一番大事にしたいのはその空手の技術修練によって利害、まあ利法とも言いますけれども、そういう技が決まる、あるいは技を決められる、あるいは勝ったり負けたりするその奥にあるその利害、利法を皆さんに感じ取ってもらい、それを皆さんの人生に役立ててもらい、そういう思いがあるんです。で、そのためにはやはり単なる体力勝負、あるいはスタミナ勝負、あるいは打力強さ、根性、すべて大事なことなんですけれども、そこのみを相手と競うのではなくて、どれだけ技を体得したか、あるいは自分の技を生かしたかという勝負をしていきたい、いただきたいなというふうに思います。また、そういった空手道を追求したいと思っています。で、それを、その利害というものを、まあ、簡単に定義しますと、3つあります。1つは、これはこの定装式の組手法の概念でもありますが、精神、正義、正義。ちょっとそれ言葉で言うと何のこっちゃってなりますね。書くと分かるんですけれども、心を制する、そして気を制する、気というのは機械でもいいですね、チャンスでもいいですね、で技を制する、この3つ、で ここでこの3つの、コンセプトを言ってもまだ何のことかよく分からないと思うんですね。ですからそれをまたさらに平たく少年部にも分かるように言うと、心を制するというのは心を生かすことです。そして気を制するっていうのはチャンスを生かすことです。そして技を制するっていうのは自己を生かすことです。そういうふうに大まかに捉えて結構です。で、じゃあその生かすってことはどういうことかっていうと、それが私が目指している空手道で目指している、また道場で伝えたいことです。それをまた一言で言うならば日を追求する。道という中に先ほど言った利害、利法、そういったものが生かすということが含まれています。で、我々は空手道といって修行しているわけです。修練をしているわけです。だから、道の追求というのはどういうことなのかということが分からなきゃいけないんです。で、私はずっとこれを考えてきたんですけども、どうしても今までの組手法では、利害、利法というのを伝えられない。で伝えるにはどうしたらいいかと思ったときに、まあ、これはなぜ今までこういうことをやらなかったかというと、まあ、いい防具がなかったからです、ね、防具もなしにして打ち合いをすれば怪我をします。でそうすると元も子もないんですね。自分の人生にそれぞれがいろんな仕事と目標を持って生きている皆さんが空手の修練で、ね、怪我をして仕事や学業がおろそかになって、そういうことはしたくなかったです。
ですから最低限の安全性を確保しないで、そうした時になかなかいい方法が見つからない。でそこがそのいい綿棒と銅棒とそういったものがと出会いまして、でこれはこれをちょっとやってみようということになりました。合わせて、まあこれちょっと長くなりますけど、ごめんなさい、短くしますね。コロナの感染拡大があって、マスクを外して組み手ができない、飛沫感染があります。あるいはマスクをつけても、いやー組み手は難しいなって私は思ってました。だから今もしてます。だけど、この完全防御だとですね、飛沫による感染というのは、組み手の際にですね、防具をつけてれば、まあ、100% じゃないかもしれませんけど、かなり 100% 近く抑えられると思ってます。もちろん他のことで感染する拡大あの可能性がありますから、今日も、必ず手の消毒や手洗い、あるいは換気とか徹底したいと思いますけれども、抑えられる。そういったこともあって、よし、今組み手ができないんだったら、この新しい、前々から考えていた組み手を実施しようということで、今日に至ります。で、その間、まだ3ヶ月か4ヶ月です。そんな中でね、皆さん、こんだけの人が集まって、しかも今、月例試合を月に1回やるようにしてるんですけれども、第1回も先月ありました。あ、今月か、今月の頭にありました。非常に皆さん、上達しています。で、今日も楽しみです。だけど、まだまだこれから上達していくと思います。で、それを僕は今日楽しみにしていただきます。で、まあ、最後にですね、この、道の、追求という話を言いましたけれども、その道の追求というのをまた平たく言えばですね、また繰り返しになりますけれども、皆さん一人一人自分というものがあって、その自己をですね、生かすということです。で、同時に周りにいる他者、まあ僕の道場だったら道場の仲間、ね、それを生かすということを学んでほしいですね。で、同時にそういうことをしっかり体得したならば、この道場を離れて、また家庭に帰ったり、あるいは学校に行ったり、社会の他の人たちと関わる中で、自分を生かすということは、他者も生かすんだと。他者と共に生きていくんだと。いろんな人がいるけれども、自分を生かすことは他者を生かすことでもあるということを、自覚できるようになってほしいなというふうに思います。それが私ができるかどうかって言ったら、ね、いろいろ突っ込まれるかもしれませんけれども、でもそういうことを目指すことが道の追求なんですよ。で、そういった空手道を、これからは、都心学マスター道場では追求していきたい。皆さんと共にです。で、皆さんはもう同志です。で、僕もだいぶ年を取ってきて、体もいろいろ故障が出てきて、十分な動きができないです。まだ皆さん動けるだろうと思ってるかもしれませんけれども、そうでもないんです。だから、今、教師治安代、まあ、教師治安代もね、こっちはあれだけども、もういい年です。でも、私よりもまだ体が動くだろうということで、今、週に1回、稽古しています。で、あとは、ここに集まっている古くからの黒帯、そして女子部、そして青年部、そして少年部の皆さんが、この国士学マスター道場のその理念、方向性を理解して、で、技術を、どんどん自分の技術をどんどん磨いて、そして、まあ、スキル、生かすという、自分を生かすというスキルを体得してほしいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、本当に今日楽しみにしてました。まあでも、怪我のないように祈ってます。またコロナウイルスに感染しないように体調管理に気をつけてください。じゃあ今日一日、短い時間ですけれども、皆さんの稽古の成果を拝見させていただきます。皆さん頑張ってください。